기도하시고 찬양하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성한 아버지 하나님, 오늘도 하계대성의 둘째 날 말씀과 찬양과 기도의 자리로 우리를 인도해 주시니 은혜를 감사드립니다. 이 자리에 모인 국내외 모든 평강의 성도들, 각자 저마다의 계획과 목적과 기도 제목을 가지고 여기 온 줄 압니다. 하지만 우리가 이 자리에 있는 것은 나의 생각과 뜻이 아니라 우리를 사랑하셔서 만세전부터 예정하신 아버지 하나님의 사랑과 은혜의 부르심임을 깨닫게 하셨사오니 이제 우리 모두는 아버지의 부르심에 오직 아멘으로 순종하게 하시고 살아계신 하나님을 온전히 신뢰하며 어떤 상황에도 흔들리지 않고 구속사의 사명자의 길을 끝까지 가는 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 이 시간 찬양 드릴 때 힘들고 상처받았던 우리의 마음을 위로하여 주시고 모든 문제가 해결되고 회복되게 하시며 넘치는 기쁨과 감사로 오직 아버지께만 영광 돌리는 귀하고 복된 시간 되게 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리를 불러주신 우리 아버지의 은혜와 사랑에 감사드리며 우리 시간 마음을 다해 함께 찬양드립니다. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 날 부르신 못하다 가장 좋은 길로 가.
영원하십니다. 이 시간 그 약속의 말씀에 굳게 서서 우리 아버지를 우리 아버지 이름을 높여드립시다. 할렐루야. 주 약속하신 말씀 위에서 주께 약속하신 말씀 위에서 영원토록 주를 찬송하리라. 소리 높여 주께 영광 돌리며 약속 믿고 그 자리입니다. 주의 약속하신 말씀 위에서 주의 약속하신 말씀 위에서 세상 영역에게 없을 할 때
찬양하기를 원합니다. 죄송하지만 불편하지 않으시면 자리에서 잠시 일어나 주시겠습니까? 우리 함께 일어나셔서 우리 하나님을 나의 목소리와 나의 온 몸과 온 마음을 다해서 기쁨으로 찬양 드릴 때 우리 하나님께서 더욱 기쁘게 받으실 줄 믿습니다. 손을 높이 들고 우리 아버지의 이름을 찬양합니다. 손을 높이 들고 주를 찬양.
Yeah.
기도하십니다. 우리 대한민국의 안위와 번영을 위해서 함께 기도하십니다. 그리고 우리 모든 교회의 질서와 권위가 회복되게 해달라고도 함께 기도하시고, 그리고 국내외 모든 교역자들 영권 목회 승리와 세계 선교를 위해서 함께 기도해 주시겠습니다. 그리고 지금 학예 대성의 둘째 날을 진행하고 있는 가운데 있습니다. 마지막 날까지 전 일정이 우리 아버지의 은혜 가운데서 무사히 온전히 잘 마치게 해달라고 함께 기도하시겠습니다. 우리 함께 찬양하시고 기도하십니다. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고, 험한 산과 골짜기 지나는 동안 주께 더 가까이 나를 이끄시네. 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나는 믿네
통성으로 기도하십니다. 愛の父なる神様、感謝いたします。命を与えられ、祝福され、健康とまた環境も与えられ、主の聖なる山である与樹平行大師献身へと導かれ、感謝いたします。父なる神様、これまで来てくる中で主の気持ちを十分察知できなかったことを告白いたします。どうかお許しください。これまでの人生を見つめる中、見つめ直す中、改めて悔い改めることができるように導いてください。父の神様、今経験している厳しさも自分たちの力では解決できないことであることを知っています。なのでどうか主が全てを導かれ、主が解決してくださる御業を体験したいと思います。私たちは限りなく弱い存在です。しかし、すべてを創造された神様が平行立ち教会におけるすべての問題を解決してくださる驚くべき御業がなされることを願います。これからは気を取り直し、覚悟を新たにすることで前に向かって進んでいきたいと思います。与樹とソウルで参加している大聖会、主にだけ栄光を捧げる時間とならせてください。すべての日程を主が共に歩んでくださり、最後の日、閉会礼拝を捧げるその日まで主が共に歩んでくださる祝福の御業を与えてください。これからの時間も主が導いてくださることと信じます。スピーチの時間ですが、各スピーカーの皆さんにも祝福され、それぞれの気持ちと心の中に主が見渡され、主に栄光を捧げ、また信徒には恵みを届けることができるように導いてください。すべてのことをイエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。またスピーチ時間となりました。
その前にまずお知らせをいたします。11時30分ごろプールで水眼鏡を落としたようです。白と青の色をしているということです。見つけた方はウリム星電へ持ってきていただければと思います。それではスピーチ時間となります。救済士の次の世代のスピーチということですが、共にこの大会のタイトルを叫んでみたいと思います。もっと大きな声で叫んでいただけますでしょうか。救済士の次の世代のスピーチ大会です。このスピーチ大会があるということで、ミシュネーバルサチームから舞台を用意したようです。ゲノ先生のいらっしゃるとき、ゲノ先生に確認をいただいて準備した稽古していた内容通りの踊りとなります。それではお願いします。改めて大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。小さい子が小さい子を祝福公演をしました。ありがとうございました。先ほど準備を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 準備순서보니까부산은행은행회부산은행교회의皆さんでした。어저께구다스강의를한세분의강사를모든강의를듣고여러분이스피커의부산인의皆さんの미래가보인다미래가밝다ご覧になった皆さんからは너무감사하고
もう将来が安心できるというご感想をいろいろと聞かせていただいたんですけれども、すごく恵みを受けましたと。特に一番最後に発表してくださったインドネシアからのイム・スサンナさんは結構聞いているだけだとすごく速いスピードに聞こえたんですけれども、もともとのインドネシア語的にはそれが普通のスピードだったようです。言語の特徴もあったかなと思います。来年も今年のムードを続けていければと思います。それでは一番目の発表者です。小学校6年生です。13歳です。少年部の副会長を務めています。自己紹介を書いてくれたんですけれども、私はまだ小学生です。なので今回救済スピーチの講演者として与主守谷正殿に立たなければならないって言われた時に、あまりにも緊張して震えていました。しかし、選ばれて、うちの父さんは教会に熱心に出席して、ちゃんとスーツを着て教会に来るようになりました。お母さんもすごく喜んでくれました。少年部で引き続き救済士を教えてくださって、神様の御言葉を勉強してきましたし、ノアが70年80年長い間箱舟を建てましたが、神様の御言葉に従順し、一度もその過程で文句を言ったりつぶやいたりすることなく、すべてを全うしたことに驚かされました。私もそういう従順ができる人になれればと思いますと書いてくれました。昨日も申し上げましたが、自分は13歳に何をしたんだろうって思ってしまうんですね。今日の発表者はこうも書いています。小学校が小学生が年代を計算するなんてって思われるかもしれませんが、計算してみたいと思いますって書いてくれました。それではよろしくお願いします。私はノアが箱舟を建てた期間というタイトルで内容をお伝えしたいと思います。一般的に多くの神学者や有名な牧師でさえ、ノアが箱舟を建てるにかかった期間は120年とよく言います。しかし聖書によりますと、ノアが箱舟を建てた期間は決して120年じゃありません。聖書を1800回以上読まれ、絶え間ずに祈る中、ただ聖書に基づいて救済シリーズを書かれたパク・ユンシク元禄先生は、救済シリーズ第一巻創世記の系図でノアが箱舟を建てた期間が約70年から80年であるということを、キリスト教史上初めて教えてくださいました。ノアが箱舟を建てた期間を正確に理解することは大変重要なことです。もしイエス様の生涯がこの地上で33年間でしたが、例えば勝手に2年を加えて35年と主張するのであれば、それはどれだけ恐ろしい間違いでしょうか。黙示録22章の18から19節では、もしこの予言の書の言葉を取り除くものがあれば、神はその人を行くべき分をこの書に書かれている命の木と聖なる都から取り除かれる。そうなっているわけです。それでは箱舟を建てるにかかった期間を計算してみたいと思います。第一です。箱舟を建てるにかかった期間は120年じゃありません。神様は罪深い世の中で
清いノアの家族を守られるために箱舟を建てるように命じられました。ここでノアに箱舟を建てなさいと言われた時点はノアが3人の息子を産んだ後です。創世記6章の10節、3人の息子を産んだと。そして14節、あなたのために箱舟を建てなさいと主が言われています。糸杉の木で箱舟を作りなさいって言われたんですけれども、3人の息子が生まれた時点、創世記5章の32節、ノアが500歳になった後、セムとハムとヤベテが生まれたとなっています。なので箱舟を建てるようにと言われたことはノアが500歳になった後のことです。またノアは箱舟を作るようにと言われた直後、すぐに従順して箱舟を作ることに着手します。創世記6章の22節、ノアはすべて神の命じられたようにしたとなっています。そして箱舟が完成しました。神様は罪深い世の中を洪水をもって裁かれましたが、ノアが600歳の時です。創世記7章の6節が語っています。なのでノアが箱舟を建てた期間は、箱舟を作りなさいと言われた500歳以降から洪水の裁きが起きた年の彼の年齢600歳の間の期間です。なので100年足らずであることが分かります。このようにノアが箱舟を建てた作った期間は決して120年にはならないということが分かります。第2です。箱舟を作った期間は約70年から80年です。聖書にはノアが長男のセムを産んだ年を想定できるヒントがあります。創世記11章の10節です。セムの系図は次の通りである。セムは100歳になって洪水の2年の後にアルパクサデを産んだとなっています。洪水のあと2年、セムの年は98歳でした。洪水が起きた時のノアの年は600歳です。つまりノアが600歳の時、長男のセムは98歳だったのです。ということはセムは600から98を引きますと205ですね。つまりノアは502歳で長男のセムを産んだわけです。それ以来ハムとヤベテが生まれます。さて神様がノアに箱舟を作るようにと言われた時点は、創世記6章の18節によりますと、ノアの3人の息子が全員結婚した後のことです。おそらく3人の息子が成長して結婚するまでには少なくとも15歳を超えなければならないはずです。なので内容をまとめますと、ノアが502歳で長男のセムが生まれましたと。そしてセムとハムとヤベテが全員成長して大人になって結婚してから箱舟を作るようにって言われましたので、その年のノアの年は少なくとも520歳から530歳ぐらいになっていたはずです。そして箱舟が完成してノアが600歳の時に洪水の裁きがあったので、ノアが箱舟を建てた期間は約70年から80年であることが分かります。私はノアが数ヶ月でもなく70年80年という長い歳月の間箱舟を作り、どれだけつらかっただろうと思いました。
今のようにいろんな道具や装備があるわけでもなく、すべてを自分の手足で運んでいたはずです。雨も全く降らないのに熱心に箱舟を作るのを見て、そして周りのたくさんの人が笑っていたはずです。なのにも彼は最後まで神様の御言葉に従順し箱舟を建てたと思うと大変素晴らしく美しいと思います。結局ノアは罪深い時代を生きていた人物でしたが、箱舟を作ることによって罪に染まることなく、結果的に洪水による裁きから生き残ることができました。そしてノアの子孫としてイエス様がこの世に来られることもできました。信徒の皆さん、我々もノアのように神様の御言葉に従順し、礼拝生活を熱心にし、自分たちを尽くすことで神様に立派に使わされ、最後まで残って天国に入ることができますように、心より切に願います。ありがとうございました。素晴らしいです。先ほどリハーサルの時にお母さんお父様も来られてですね、いろいろと相談することも見たんですけれども、両親の言われることもすごく集中して聞いていたのがすごく印象的でした。次のスピーカーです。ワシントン信仰第一教会から来られました20歳のホージウクさんです。大きな拍手をお送りくださいませ。ホージウクさんは20歳です。教会では放送チームと賛美リーダーもしているということです。自己紹介書を書いてもらったんですけれども、私は生まれてから自分の教会は平行大使教会でした。それ以来小学校3年生でアメリカへ移住しました。オランド市教会を経て、今はワシントン信仰第一教会で信仰生活をしています。幼い頃から救済主の御言葉を聞いて育ちましたし、今はなぜ遠く離れているアメリカまで私を送られたのかを理解できるようになりました。芸能先生の救済士について関心を持つようになりました。熱心に勉強して、教会の夜勤とボアズのような世の終わりにおける柱のような人物となって、救済士を全うする人になりたいと思いまして、この度のスピーチを用意することができました。こんにちは。私はワシントン信仰大使教会のホージュクと言います。今日の内容は列王上7章の21節です。He set up the pillars at the vestibule of the temple. He set up the pillar on the south and called its name Jachin. And he set up the pillar on the north and called its name この柱を神殿の廊に建てた、すなわち南に柱を建てて、その名をヤキンと名付け、北に柱を建てて、その名をボアズと名付けた。今日の内容は、救済シリーズ第4巻。永遠なる契約の中の神秘的で屈指摂理127-128ページと第11巻の女王アドナイシャマエゼケールの宮330-331ページを元に用意いたしました。まず第1、宮に入るためには2つの柱を通らなければなりません。国の力とはどこにあるものでしょうか。もちろん経済力、国防力にあるとも言えるでしょうが、聖書的にはその国の民が神様と共に歩んでいるのかによって左右されると言えます。サムエル記5章の10節を参考にしてください。ソロモンはこの秘密を柱を通して示しています。家が建てられるためには柱が必須です。
家のすべての重量が柱によって支えられるためです。だからこそ柱をしっかり立てないと家は崩れてしまいます。つまり柱はその家がその建物が存在する限り最後まで一緒にある存在なのです。柱の使命は運命はその建物と最後まで一緒に行きます。つまり国の柱が御言葉と祈りを行う聖殿であるわけです。今日の本文によりますとソロモンは宮の部屋の前に2つの柱を建てました。右側の柱はヤキン、左側の柱はボアズと言いました。エルサレムの宮に入るためには、聖殿に入るためにはこの2つの柱を通らなければならなかったのです。続きます、第2です。この2つの柱は神様に呼ばれること、そして選ばれることを意味します。括弧の1、ヤキンは彼が建てられるという意味です。ヤキンは神様が聖殿とダビデの家を建てられたので、それを永遠にしっかりと守っていかれることを表す名前です。また北の方に建てられた柱の名称はボアズでした。これはボーとアズという単語の合成語なんですけれども、ボーはその中に、アズは強い強力なという意味です。つまりその中に力がある、彼の中に能力があるという意味です。ボアズは神様だけが聖殿をしっかりと支えてくださり、ダビデの家に能力を与えられるという意味を持っています。彼が建てられ、そして主が能力を注いでくださるということは、つまり神様に呼ばれること、そして選ばれることを象徴します。イスラエルの民は聖殿前のこの2本の柱を見るたびに、神様の確固たるかつ永遠なる性質を思い起こしたはずです。なのにもかかわらず、イスラエルは偶像崇拝をしてしまい、自ら神様から選ばれたこと、そして呼ばれたことを失ってしまいました。イスラエルは熱心に神様に仕えたわけじゃなく、熱心に偶像崇拝をしてしまいます。神様に進んでいくときには熱心になりませんでした。熱心になるということは、つまり熱さを意味します。イスラエルの民が最初から神様に対する愛と熱さがなかったわけではなく、冷めてしまったということです。彼の心が、気持ちが変わったわけです。ローマ12章の11節、神様は我々に福音のために働くことのできる機会と力を与えられました。私はそれが信徒としての自分たちの特権であると思っています。だからこそ我々は熱心に主に仕えなければなりません。皆さん、タラントの例えをご存知と思います。マタイの福音書に登場するタラントの例えから、1タラントをもらったしもべは、自分がもらった1タラントを持って何もせずに、ただ血を掘ってそこに埋めておきました。つまり自分の主人に栄光を捧げることをしなかったわけです。1タラントをもらったしもべのように、自分の主人に栄光を捧げなければ、持っているものもすべて奪われ、闇の中に追い出されてしまいます。マタイの福音書25章の29節から30節でその内容が確認できます。このように自分のタラントを持って主人に栄光を捧げなければ、持っているものも奪われてしまい、闇の中に追い出されてしまうとなっていたのですが、不幸にも歴史的に実際こういうことが起きました。イスラエルの信仰によって日本の柱は崩れてしまい、国も崩れてしまいました。イスラエルが神様を捨ててしまいましたので、その日本の柱をバビロンに奪われ、彼らは捕虜として連れて行かれてしまったのです。エレミア52章の17節を参考にしてください。ガラテア人はまた主の宮の聖堂の柱と戦犯の台と聖堂の海を砕いて、その聖堂をことごとくバビロンに運びとなっています。
言い換えますと、御言葉に従順しない人は滅んでしまうということです。逆に父に栄光を捧げる聖殿がある限り、その国は決して滅びません。続きまして第3です。2本の柱は父を証拠しています。ヤキンは彼が建てられる、ボアズはその中に能力があるという意味ということなんですけれども、彼が建てられる、彼の能力によってっていう告白は確信を持っている人だけができる告白なんです。なので柱は救済師の使命を全うする世の終わりの信徒を示します。世の終わりの信徒は迫害の中でも神様の家を建てて行き、最後まで残る丈夫な柱のような使命を持った人です。ガラティア2章の9節を参考にしてください。またエジプト9章の16節を読んでみたいと思います。大切な内容ですので共に読んでみたいと思います。エジプト9章の16節です。しかし私があなたを長らえさせたのは、あなたに私の力を見させるため、そして私の名が全地に述べ伝えられるために他ならない。この内容によると、自分たちを立てられた理由があるということです。一つ目、主の能力を見せるため。二つ目、彼の皆を述べ伝えさせるため。神様の力を見せされ、神様の皆を述べ伝えるために自分たちを呼ばれ選ばれたということです。第一コリント1章の24節を参考にしてください。呼ばれた者に対しては神様、キリストは神様の能力であり主の知恵であると。呼ばれた自分たちにできることは、できる勝利を得られる能力が与えられているわけです。なので呼ばれること、そして選ばれたことのポイントは、父なる神様をしっかりと伝えることです。つまりこの2本の柱は父なる神様を証ししています。聖殿を誰が建てたのか、聖殿の主人が誰なのかを証しする存在は柱なんです。最後まで勝利を得るものが神様の御旨を支える柱になるわけです。黙示録3章の12節、勝利を得るものは、黙示録3章の12節ともに読んでみたいと思います。Him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God.勝利を得る者を私の神の聖城における柱にしようとなっているんですね。勝利をしてこそ柱にもなれます。それではなぜ父なる神様を述べ伝えなければならないでしょうか。それは諸々の国を生かせるためです。イスラエルは神様のことを理解できなかったので、傲慢になってしまい諸々の国を無視してしまいましたが、自分たちは他の国に対しても差別なく彼らを助けるための霊の使命を果たさなければなりません。結論です。父なる神様は我々を立てられ、力を与えられました。イエス様を受け入れ信じる瞬間、自分たちは力ある主の御子になったわけです。ヨハネ1章の12節、その皆を信じる者には神の子となる力を与えられたとなっています。そして神様の子は光と塩とよく言われます。マタイ5章の13から14節、But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. あなたは地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられ、人々に踏みつけられるだけであると。そしてあなたは世の光である。16節、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々はあなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。
我々が塩と光としての使命を果たしてこそ、父の神様を明かしすることになるわけです。自分たちは塩としての効き目をなくしてはならないし、光として神人々に光を照らさなければならないわけです。16節では、あなたの良い行いを見てとなっているんですけれども、こちらのあなた方は、つまり彼らに対して、っていう彼らは諸々の国を意味します。自分たちの良き行いを持って諸々の国を父の神様の前に導かなければなりません。第一テモテ3章の15節を共に読みたいと思います。毎日私が遅れる場合には、家の家、神の家でいかに生活すべきかをあなたに知ってもらいたいからである。神の家というのは生ける神の教会のことであって、それは真理の柱、真理の基礎なのである。教会を真理の柱、そして真理の基礎であると言われています。神様の契約の中、呼ばわれ、イエス・キリストの血潮をもって救われた信徒として、我々は神様の教会を建てていく柱のような存在なのです。私はアメリカでいろいろと多くの国々の人々に接しているんですけれども、神様の力と愛がなければ生きていけないと実感しています。彼が建てられる、彼の力によってと告白することで、教会を建て直し、もろもろの国を迎える、我々になれればと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。この時間は2人のスピーカーによって内容を伝えていただきました。緊張もせずにですね、大変落ち着いた感覚でスピーチをしてくださって驚きました。勝利をした者こそ柱になれるっていうのが印象的でした。勝利を得てこそ教会を守ることができます。自分たちは必ず勝利できると思います。明日は中学生1人、そして大学生1人がスピーカーをしてくれます。今日までスピーチを完了した皆さんはすごく楽になると思うんですけれども、明日の発表者の2人はもう明日まで緊張が続くと思うんですね。でもくじ引きで順番を決めましたので、最後まで緊張しすぎないように皆さん祈ってください。先ほど小学生の方もすごく落ち着いた感じで立派にしてくれたので頼もしいです。実はこのプログラムを用意する中で考えたのは、学生さんだけでなく昔みたいに一般信徒の皆さんも、そして機関別でもやってみて、例えばこういう機会があるたびに全ての信徒が神様の救済史を教えることのできる、それこそ下野先生のおっしゃった通り、全世界に御言葉を教える力のある人になれると思います。皆さんぜひ祈ってください。現地にいる皆さんがこのように現地の外国語で伝えてあげた方が効率もいいですし、より分かりやすく伝わると思います。将来の主役である皆さんがそれぞれの現場で外国で生まれ育って、その国の言語で伝えてくれることができれば、その影響力はすごく期待できると思いました。皆さん祈ってください。7人のすべての人の順番が終わりますと、この人が将来の立派な教会の人物として成長できればと思います。神様の御言葉は決して止まったり遅れることがないということを信じる中、祈っていただきたいと思います。まず神様に
栄光を捧げたいと思います。そして本日頑張ってくれた2人にも大きな拍手を送ってください。そして明日残った2人のスピーカーのためにも祈ってください。お知らせです。しばらく休憩してから次の講義を始めたいと思います。以上です。ありがとうございました。